我が名はアポリア、絶望の番人。というわけで、少年よ、これが絶望だ。どうもおはようございます。皆さん、アポリアさんが実装になりました。おめでとうございます。絶望の番人ことアポリアさん、もう壮絶な過去を持っているんですが、まあ、5Ds 界、屈指の絶望キャラクターと言っていいでしょう。この絶望の番人さんのキャラクターの評価をね、本日はやっていこうと、思っております。まあ、どういうキャラクターかっていうお話なんですが、こいつね、 5Ds のラスボス、あのゾーンってやつがいるんですけど、多分まあそのうち実装になるんじゃないかなと思うんですが、このゾーンっていうのの仲間でございまして、未来から来た敵組織イリアステルという組織の、まあ、ボスキャラですね。ルチアーノと、まあ、今回あのプラシドも実装されてますけども、プラシドとルチアーノとホセっていうやつが、このアポリアの、まあ、少年期と青年期と 老年期を、サイボーグで作ったロボットなんですよ。でそのルチアーノ、ホセ、プラシドが合体すると、アポリアになります。合体すると、はい、これあの遊戯王の話してます決してあのガンダムとかの話してません。あの遊戯王の話をします。あの3人合体するとアポリアになるっていう、まあ、そういう話で、あの非常に壮絶な過去を持っているんですよ。少年時代には奇皇帝っていうね、この奇皇帝の襲撃によって、家族を失います。殺されます、家族を、グランエルによって。で、まあ、青年期、恋人を殺されます、グランエルによって。で、老年期、人類最後の一人として生き残ってしまいます。はい、あまりにも絶望あまりにも絶望。俺だったらそんな境遇は耐えられないと思う。俺だったらね。で、死の間際にね、まあ、ゾーンと出会うんですが、そのゾーンに頼み込んで自分をサイボーグ化してくれと、サイボーグ化してくれって頼み込んで、で、サイボーグになって、まあ、幽霊たちの、まあ、世界に乗り込んできて、もうシンクロ召喚やめろみたいな、シンクロ召喚のせいで俺はこんな目にあってしまったんだ、絶望をお前らにも与えてやるみたいな感じで、まあ、あの、ユーセの前に立ちはだかるみたいなキャラクターですね。まあ、最終的には、なんだ、ユーセのことを信じてくれて、あの、ゾーンのね、あの、親友であり戦友であるゾーンの目を覚まさせるために、ゾーンとデュエルをしまして、アフターグローっていう最強のカードを発動し、アフターグローを確定でドローして勝てるギリギリのところまで行って、ゾーンに絶望を味わわされて、まあ、あの、殺されてしまうという、まあ、殺されてというか、まあ、機能が停止してしまうというね、非常に悲しい過去を持っております。まあ、詳しい、まあ、あの、背景とかを知りたい方はぜひアニメを見てください。はい、めちゃくちゃ面白いんで、140話とかそのぐらいかな、140話から150話くらいだと思います。はい、でまずこのキャラクターの、まあ、あの、概要というか、まあ、茶番評価をしていくんですが、まずね、とりあえず顔芸、顔芸星5。この人ね、 5Ds 屈指の顔芸キャラなんですよ視聴者の、笑いを、かっさらっていきました。彼はあの、負けそうになった時のね、顔芸めちゃくちゃすごくて、ここ本当アニメ見てほしいんだけど、マジ視聴者の腹筋にダイレクトアタックみたいな感じだったんで、マジで面白いんで見てください。はい、アニメを。で、実はいいやつの星5です。あのね、思いっきり敵なんですけど、あの、これでもかっていうぐらい改心しまして、ユーセたちの仲間になってくれるんですよね。で、最後はそのラスボスであるゾーンの目を覚まさせるために、自分の親友を、お前、目を覚ましてくれゾーンと、俺たち、いや、ユーセたちを信じてくれと、まあ、こういうデュエルをね、あの、その親友に向かって立ち向かってくれるわけですよ。これが熱くてね、そういうとこめっちゃ好き。アポリアさんめっちゃ好き俺。で、幸福度星0。本当これ遊戯王だよなっていうぐらい絶望的なね、なんだろう、過去をね、あの、背負ってますんで、まあ、幸福度合いは多分相当低いと思いますね。だってさ、その家族が殺されて、恋人が殺されて、で、自分がサイボーグ化するんだよで、合体能力星5。あの、遊戯王アニメなんですけど、めちゃくちゃ合体するんで、こいつら本当にもう、なんか 5Ds ファンはね、耳を疑いましたよね、目を疑いましたよね。あの、あ、なんか3人合体するってどういうことになるよね。そして肩幅、肩幅も星5。もう肩幅広すぎて、あの、リンクスのキャラクターの立ち絵がさ、もう横になっちゃってんのよこれ多分ね、肩幅が広すぎて入んないんだよね、っていうことだと思うわ。だから、まあ、肩幅の環境的にはティア1、はい、
ね、腕の太さ、腕の長さ、これも星5。あのね、この人ね、あの体格で言うと、あの動物園とかのゴリラと一緒なんだよ。あのめちゃくちゃ腕長えの。あのね、あ、マジで、あの全体で見てみて、マジでゴリラと一緒、体格は。はい、ふざけるのはここまでにして、レベルアップ報酬を見ていこうと思います。レベルアップ報酬なんですが、結論から言います。星1です。星1です。まさかの結論。まあ、一応見ていくんですが、グランエルキャリア、三好時間ですね、この辺は多分。グランエルキャリア、スキエルガード、ワイゼルガード3、カオスブルーム、それからグランエルインフィニティ、これはあのあれですね、あのワイゼルインフィニティとかと同じで、気候帝って3種類いるんですけど、まあそれの1種類目、1種類目とか2種類目か、ワイゼルキルガーで、グランエルキャリア、スキエルガード、ワイゼルガード3、カオスブルーム、スキエルインフィニティ、あ、スキエルインフィニティもその気候帝の1種ですね。はい、で、これです。ちなみにあの気候帝全部揃いました、一応。はい、気候帝3詰めみたいなことできます、全部で。グランエルキャリア、スキエルガード、ワイゼルガード3、カオスブルーム、オーロラドローという感じなんですが、あのね、基本的に全てのカードが救済系カードです。はい、まあ、環境的にっていう意味ですよ。あのもちろん三好維持カードくれたのはすごい嬉しいですし、個人的にはまあ、キャラクターごっこ、アポリアごっこみたいなことはめちゃくちゃはかどるんで、まあ、そういう点ではすごい嬉しいなと思うんですけども、ただその環境デッキとかの目線で考えた場合、このレベルアップ報酬のカード、マジカードパワーマジで低いんですよ。びっくりするぐらい低くて、なんか多分なんかガチ勢から言わしたらゴミよこしてんじゃねみたいな感じですよね。僕はキャラクターデッキファンなので、まあ、あの悪くないかなとは思いますけど、その今回の評価の基準としてはやっぱ環境デッキとかと比べてどうなのかっていう、まあ、そういう基準で話していくんで、そうなってくるとさすがにやばい、この報酬はマジで。なんかゴミがいっぱい並んでると思っても過言じゃないから弱いんだわ、結局ね。まあ気候帝自体は面白いデッキだと思うんだけど、その環境が悪くて、そのシンクロモンスターに対してすごい強いんだよね、あの気候帝とかって。まあ、それがね、ちょっとね、非常にね、まあ、向かい風というか、まあ、エクシーズ有効環境なんで、今のデュエルリンクスって、そんなにシンクロモンスターバンバン並んでくる環境じゃないじゃん。まあ、こういうモンスターって結局、その 5Ds ワールドが実装されたくらいだったらいいけど、その今のこのアーク5までもペンディラムまでしますからね。ペンディラム環境まで来てしまうとね、もうさすがに遅いんだよね。だから、まあ、ちょっとレベルアップ報酬はね、さすがに弱いなっていう、印象ですね。そして、まあ、悲しみを背負ってるのがこのグランエルインフィニティとか、特にこれで気候帝グランエルインフィニティって結構ね、 OCG だと意外とね打点が高くて強くて、これどういう効果持ってるかっていうと、結構ワイゼルインフィニティみたいな感じなんですけども、一旦に一度シンクロモンスター装備できますよっていう効果と、あと、この攻撃力守備力、このカードのね攻撃力守備力は、自分のライフの半分アップするという感じなんですよ。だから OCG だと8000ライフから始まるんで、まあこいつ出せれば4000なんですね、打点が。リンクスってね、ライフね、4000しかないんですよ。だから、こいつ出してもね、2000なんですよね。すげえ弱えの。4000だったら、グランエルインフィニティ結構、まあ、そこそこ強いし、こいつ出して、しかもこいつ、攻撃制限ないんだよ。ワイゼルインフィニティとかスキエルインフィニティって、そのなんか、自分以外攻撃できないみたいなね、効果持ってんのよ、こいつとかは。その、他の自分のモンスター攻撃制限できないみたいな効果持ってんだけど、ね、グランエルインフィニティは持ってないんだよ。だから、殴れんの、これ、自分以外も。これが結構強くて、脳筋で意外と良かったんだけど、グランインフィニティって、性能的には。リンクスだとマジ、だって4000じゃなくて2000しかないから、めちゃくちゃ弱い。と思う。まあそんな感じですかね、レベルアップ報酬は。まあ残念、極まりないレベルアップ報酬になってますけど、まあ面白いカードいくつあるんだけど、ちょっと弱いかな。さすがに。で、まあちょっとレベルアップ報酬はそんな感じなんで、スキルの話をね、していこうかなと思うんですが、まあ、スキル評価はね、まあ、結論から言うと、まあ、星3くらいかなって感じですね。汎用スキルすごい面白いんだけど、さっき言ったように、気候デッキがそもそもね、そこまで強くないんだよね。そこまで環境的に。まあね、その OCG 化されてるカードで言うと、結構いろいろ強いモンスターはいっぱいいて、トリスケリアとか、なんかその、インフィニティコアとか、なんか結構強いモンスターはいっぱいいるんだけど、リンクス何にも来てないんだよ、まだ。マジで、新パックでオブリガードと、なんだ、マシニクルインフィニティとかいう、まあ、誰やねんモンスターだよね、もはや。リンクスミンからすると、まあ、超出しにくいモンスターしかいないから、
さすがにかなと思うんだけど、まあ、とりあえずちょっと固有スキルやっていきましょう。固有スキル、固有スキル8個かな。1、2、3、4、5、6、7、7個か8個分かんないけど、まあ、そんぐらい来てますと。で、どういうスキルかと言いますと、合体フォルテッシモ。まずね、自分の手札の気候艇モンスター。気候艇だったら何でもいいんで、あの、新パックで実装される、あの、気候艇、ワイゼルインフィニティシンクロアブソープションみたいな。ああいうのでもいいです。だし、あの、グランエルインフィニティとかでもいいですけど、気候艇じゃなくてですね、気候艇。モンスターを1枚デッキに戻して、デッキ外から、機動要塞、フォルテッシモ1枚を自分のフィールドに表側表示で出すと。はい。あのね、フィールド魔法。これね、あの原作ではね、これね、フォルテシモっていうね、フィールド魔法と合体するんだわ、ポリオさん。何言ってか分かんないと思うけど、このフィールド魔法と合体するのよ、アポリオさん。これと合体してデュエルするんだよ。だから、まあ、原作ファンからするとめっちゃ嬉しいスキルですね。で、自分のフィールド上にフィールド魔法が存在してる場合は手札に戻るっていう。これ、あの、特に制約ついてないんで、しかもレベル20到達でもらえるんで、このスキル。結構強いですね。で、あの、これ特殊召喚できるんで、あの、このカードが、あの、気候兵を、手札からね。だから、オブリガードとか特殊召喚できるんだけど、新パックで登場する。あのね、召喚権を使わないで、機械族モンスターがサーチできるムーブがあるんですよ。ギアギガントクロス経由すると、オブリガードから。まあ、これは、またデッキ紹介動画でやるけどね。なので、これ、このスキルはかなり強いし。はい。これかなり強いと思う。気候デッキ使うんだったらね。うん。あの、かなり可能性を感じるスキルになってるんじゃないかなと思いますね。で、気候神創出、自分が気候艇モンスターを、3種類以上特殊召喚している場合、もうマジでさ、この1分だけでどんだけやばいかわかるでしょ。あのね、あの、OCG の方にはインフィニティコアっていう、あの、気候艇を結構特殊召喚しやすいモンスターがいるんだけど、それが来てない中で3種類以上特殊召喚するって頭おかしいんです。そもそもこの3種類以上特殊召喚することができてたら、もうね、そんなことしなくても勝ってんだよね、デュエルに。うん、そんな感じ。で、自分の墓地から気候艇ワイゼルインフィニティとスキエルインフィニティとグランエルインフィニティを1枚ずつ召喚すると、デッキまたは手札からマシニクルインフィニティを出すと。はい。で、マシニクルインフィニティ、あ、ちなみにあの制約つきますね、このスキルは。このスキルはデッキのモンスターが気候モンスターのみのデッキを設定するということですね。そんなしているこれ。そんなしていらん気がするけどね、俺。この縛りいらないでしょ、絶対。で、このマシニクルインフィニティなんですけども、ま、あの、あれですわ、あの、新パックでも、あの、実装されるカードなんですが、あのね、正直ぶっちゃけちゃうわ。あのね、弱いんだよ。弱いんだよね。マシニクルインフィニティがそもそも。ま、脳筋なだけで、シンクロモンスター装備できるんだけど、一応。4000-4000っていうほとんどそれだけなんだよ。さすがにね、こいつはね、もっとぶっ壊れスキル、もっとぶっ壊れスキルで、あの、ケアしてあげないと、ケアっていうか、まず救済してあげないと活躍できないと思うよ。なんかね、あの、コナミって、ぶっ壊れスキルと、ぶっ壊れてないスキルの判断ができてなくて、そのなんか、まあ、ガイアだとか、あと、まあ、ヒーローだとか、ああいう、なんかその、メインギミックがそもそも強いデッキに、なんかそこそこ強いスキルをよこすくせに、なんかこういうさ、なんかその、出したところで何も起きないようなモンスターに対しての縛りとかきつすぎるんだよね。もっと救済しないとこのモンスターは活躍できません。絶対に。はい。そう思ってますね。一応、デッキは作りますけどね。はい。基本的にそのスキル考えてるやつはマジで本当頭悪いと思ってる。うん。で、気候転換。これもね、結構面白いんだよな。一応、そのさっき言ったマシニクルインフィニティさんっていうモンスターがいるんですけども、ただの、まあ、バニラ4000-4000みたいなもんだわ、これ。なんかめちゃくちゃテキスト書いてあるけど、環境的にマジでバニラ4000-4000みたいな感じ。で、ちなみに、あの、マシニクルインフィニティさんは、手札から気候モンスターを3枚墓地送ると特殊召喚できるんですよ。だから、手札コストを確保しないといけない、モンタージュドラゴンみたいな感じですね。イメージ的には。で、このスキルどういうスキルかっていうと、一旦に一度以下の効果をデュエル中に一度、手札から気候艇マシニクルインフィニティね、これを見せると自分のフィールド上の気候モンスターを2体、手札に戻すと。で、さらにデッキ外から気候統制、これ墓地にあるとね、破壊耐性 あるんだわ。あの、機械天使の儀式みたいな感じですね。自分のフィールドの気候モンスターが戦闘効果で破壊される場合は代わりにこのカード除外できるよっていう、機械天使の儀式みたいな効果あるんだけど、これを墓地に送ることができる、デッキ外から。だからデッキに入れなくてもいいと。で、このね、2体がね、結構ね、オブリガードっていう新パックのカードで用意できるんで、簡単に。だから、このスキルは気候艇マシニクルインフィニティを出すんだったら、まあ、このスキルが一番いいと思う。うん、基本的に。で、自分の墓地の気候モンスター2体をデッキに戻して、その後、デッキからマシニクルインフィニティを手札に加えるっていうスキル、これどっちか、を、まあ、一旦に一度、デュエル中に一度ずつ使用できますよっていう感じなんで、
まあ、一旦、まあ、最初にサーチして次のターンで、展開するみたいなことができますね。でこのスキルもまた縛りがあって12枚以上存在してどたらこたらみたいな感じですね。で気候兵再生ですね。これ自分が、気候兵シーンマシネクルインフィニットティフダが特殊召喚した次の自分のターンに自分の墓地から気候兵モンスター2体をティフダに戻すと、遅いですね。これはシンプルに遅い。気候シーンマシネクルインフィニットがそもそもめちゃくちゃ重いんで、特殊召喚する場合ね、一応トラップカードで召喚条件無視で出すみたいなカードはあるんだけど、まあそれリンクスに来てないんで、これ出すとしたらマジでティフダから気候送るしかないんですよ。3枚さすがに遅い。これはまあ手札コストは確保できるが次のターンだけどな、その前に死ぬっていう、ハーピー SC に戻されて終わりだ。はい。で、シンクロキラーはまあ、プラシロ持ってたから、まあ、割愛。で、絶望の、魔人、気候神、マシニクル。デュエル開始に、こいつを追加するパターンですね、これ。で、ワイズルアイン、スキールアイン、グランエルアイン、をそれぞれ1枚追加する。気候兵ですね。で、デュエル中に一度、手札の気候神、マシニクル、インフィニティを1枚見せると、自分の墓地から、ワイズルアイン、スキールアイン、グランエルアイン、をそれぞれ1枚ずつ手札に戻すよ、という、感じですね。で、このスキルの使用後、自分がマシニクル、インフィニティの、特殊召喚に成功するまで自分はカードの発動および効果発動ができない。なるほど。だからこれあれかな、ワンチャンあれか、また岩戸とか出せんのかこれ岩戸一応岩戸どうなんだろう、わかんねえ。ちょっとでもこのスキルの使用後、でもスキル使用しちゃったらダメかな、ちょわかんねえやこれ。ちょっと使ってみないとわかんないですけど、まあでもとりあえず絶対使われなそうなスキルではあるかなっていうイメージですね。はい。で、ハイレベル、この辺はいいや、汎用スキルあとで行こう。で、兵から皇帝へ、自分のフィールド上に、存在するモンスターが1体のみの場合、自分のフィールド上にお迎え勝利で存在する気候兵を墓地を送って手札から、対応する気候帝モンスターを出すという感じですね。まあ、要は気候兵が、気候帝に変身できるよっていう。ワイゼルアインだったら、まあ、インフィニティ、スキルだったらスキルインフィニティ、アインだグランエルアインだったらグランエルインフィニティみたいな感じで変身できるよっていう、まあ、そういうスキルですね。まあ、事故率軽減にはなるんで、まあ、ワイゼルインフィニティが一番強いと思ってるんですよ、基本的にはね。これ魔法カード1回無効できるよっていう4万の効果結構強いんで、だからまあ4万が一番強いから、まあ、ワイゼルアインをガン詰めしてね、気候帝ワイゼルインフィニティを出していくみたいなスキルだとすれば、まあ、意外と強いかなとは思いますね。だからまあこれもまあ採用してできないことはないかなっていう、まあ、そんな感じですね。うん、はい。で、あと、レベルカノンロックオンレーザーっていうのは、これどういうスキルかっていうと、マジで原作再現です。これは完全に原作再現。ね、原作では、ルアとルカとジャックがアポリアと、まあ、1対3でデュエルするんですけど、ね、そのデュエルマジで熱いから、見たことない人は本当に見てほしい。本当に。めちゃくちゃ熱いの。多分 5D 使いのデュエルの中でも、屈指の熱さを見せる。デュエルなんで、なんか俺普通に一人で見てたら多分泣くね。そんぐらい感動すんだよ。で、アポリアがマジで、外役で、そのレベルカノンロックオンレーザーっていうなんかそのトラップカードがあるんだけどさ、多分これミオシシなんかな、これを発動して、相手のライフをどんどんバーンで削るのよ。なんか闇のゲームみたいなことしてくんのよ。マリクの。なんかね、これを、まあ、一応スキルで再現するっていう。自分のフィード上に、機動要塞フォルテッシモですね。これアポリアさんと合体する。フィールド魔法これが存在していると相手のライフポイントが3000以上ある場合、以下のどちらかを選んで使用できますよ。でこのスキルはデッキのモンスターが気候モンスターのみのデッキを設定してデュエルを開始した場合にってまたスキルの制約がついている。3000以上っていうことは要は3000以下では削れないっていうことですね。コナミね、いよいよねこういうバーンスキルね、あまりにもビビりすぎてクソ弱いスキルで実装しがちってなんで最近マジで弱いこのスキル。まずその起動要請フォルテシモンがある状態じゃないといけないし、3000以下になると削れねえしみたいなバーンダメージでマジゴミだわ。うん、なんかね調整の仕方間違ってんだよな、本当に頭悪いんだと思う。リンクスのそのスキル作ってる、まあ 5D's 班とかと分かれてる説もあるんだけど、ゼアル班と 5D's 班とみたいな感じで、もし分かれてるとしたら 5D's 班めっちゃ頭悪いと思う。うん、スキルマジで弱い本当に悲しくなるんだけど、まあ、一応効果はね、相手フィールド上のシンクロモンスター1体を選んで、その元々のレベルかける100、相手のライフを減らす。相手フィールド上の魔法トラップカードの数かける100、相手のライフを減らす。まあこれどっちかですね。これロックオンレーザーとレベルカノンっていうトラップカードがあるんですけど、永続トラップが。まあこれの効果をまあ再現してるみたいな感じですね、このスキルで。まあ、これは原作再現スキルだから、まあ一応アポリアごっこがしたい方はどうぞって感じ。ただ、この3000以上ある場合とかいらないし、絶対。気候モンスターのみのデッキとかもいらないと思うわ。うん、マジで真面目になんかビビりすぎなんだわ。
自分たちがなんかよう分かってないスキル実装してぶっ壊れて叩かれたからっつって新規で実装するスキル大体こういう制約ついてんの、うん、テキスト超長いしなもう最近のスキル読むの気も失せるわみたいな話あるで、こういうスキルですね。あ、じゃあこういうスキルじゃない。汎用スキルですね。汎用スキルは、ドローセンスハイレベル。結構ね、これあの、オノマトが使えるかもしれませんね。今後は。はい。オノマト使いになれる可能性があります。アポリアで、レベル4が2体で、エクシーズ召喚みたいなことを言い始める気がします。はい。で、ドローセンス魔法罠はサンダードラゴンとかで使えそうなんで、結構まあそこそこいいかなっていうのと、あと粉砕もね、これヒーローとか使えるんで。だから、まあ、色合い使えるっちゃ使えるから、まあ、汎用スキルはそこそこ、まあ、優秀なんじゃないかなと思いますね。はい。というわけで、まあ、まとめとくと、レベルアップ報酬が、まあ、星、まあ、1? で、まあ、スキル報酬が、まあ、おまけの星3って感じなんで、個人的には。まあ、総合評価星2ですね。星2。はい。優先的に育成はしなくてもいいと思います。はい。まあ、1個これだけ言っとくわ。このキャラクターの、その、性能、少年よ。これが絶望だ。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。